ある人はそれを迫り来る巨大な水の壁と表現しました。またある人は気づけば水位が胸の高さほどになってしまう静かに忍び寄る洪水と表現しました。いずれにせよ、それは普通の波とは全く異なるものだという証言は共通しています。何の話をしているのかはもう明らかでしょう。幾度となく人類を襲い、甚大な被害を及ぼしている津波です。その自然の猛威に対する最適な対処法は、そもそも巻き込まれないように事前に高台に避難することです。一方、南海トラフ地震においては、場所によっては地震発生から津波の襲来まで2分と推定されており、全員の避難は非現実的です。もし生身の人間が津波の猛威にさらされたら、何が起きるのでしょうか？生き残る方法は存在するのでしょうか？今回は、津波に飲まれるとどうなるのかについてご紹介したいと思います。津波は波という漢字がついていますが、海や湖などでよく見られる波とは、発生原理も内包するエネルギー量もまるで異なります。一般的な波は水面付近で風が吹くことにより、空気と水の間の摩擦力によって発生します。その一方で、津波は地震や火山活動などにより、水底が上下した結果、水が吊られて上下し、重力に従い周囲に伝播していくことにより発生します。普通の波は水の表面のみが発生場所となっていますが、津波は水の表面からそこまで全てが起因となっているため、エネルギー、そして被害は桁違いです。仮に波の高さが同じであったとしても、通常の波は波長がせいぜい数百メートルであるのに対し、津波では場所によっては数百キロメートルにもなることがあります。つまり津波は、水の塊が数百キロメートル押し寄せ続けるということになり、高さ1メートルを超える津波に飲まれると死亡率はほぼ 100% と推定されています。1998年から2017年の20年間において全世界で津波が原因で亡くなった方は25万人を超えます。そのうち22万7千人余りが2004年のスマトラ島沖地震で、2011年の東日本大震災では2万5千人以上。このように発生する頻度は決して高くはないものの、ひとたび大規模な津波が押し寄せると、その破壊力は凄まじいものになるんです。特に2004年のスマトラ島沖地震では、東日本大震災の10倍に迫る数の死者が出てしまいました。これは津波の観測体制が整っていなかったことと、人々に津波の基本的な知識がなかったため、被害が拡大したと指摘されています。実際、地域によっては、津波が到着する前に一気に潮が引いたため、取り残された魚を捕まえようとした人の多くが犠牲となっています。以前のバイエンスでも紹介した通り、津波に対する正しい対処法は以下の通りです。津波警報が発令されたら、できる限り高く、そして海から遠い場所に避難する。それができない場合は高い建物の屋上に避難する。それもできない場合は高い木の上に登る。これを実践できれば、津波が来ても生存率は大幅に改善します。が、地震が発生してまだ気が動転している最中に津波が押し寄せる場合など、手順通りに行動できるとは限らないでしょう。もし不運にもあなたが津波に飲まれてしまったら、何を体験するのでしょうか。逃げ遅れてしまったあなたは、襲いかかる津波を目撃します。それはあなたが普段見ている海の波とは全く異なるものです。色は青ということは滅多になく、黒かったり茶色だったり、白波で白いことがほとんどです。さらに、津波が巻き上げた泥や海藻の不快な匂いがあなたの鼻孔に届きます。そして最も恐ろしいのが、人間が築き上げてきた建物や車と衝突した時の音。木も、金属も、コンクリートも、すべてが水圧でぐしゃぐしゃに潰される様子は、こう表現されることがあります。まるで海が、陸地をむさぼり食っているようだと。この時点であなたが逃げ延びることは不可能に近いでしょう。海岸近くにおいて一般的な津波の速度は時速 30km から 50km 程度。それに対し 400m 走、800m 走の世界記録はそれぞれおよそ43秒とおよそ1分41秒。時速に換算すると 33km と 29km であるため、仮にあなたが世界トップクラスのランナーであったとしても逃げ切るのは難しいでしょう。場合によっては
津波は海岸線から10km以上侵入することもあるため、津波を見てから逃げるというのは現実的ではないのです。そして津波に追いつかれてしまったあなたが生存できるかはもはや運次第です。ある生存者は津波に飲み込まれた瞬間をまるで洗濯機に放り込まれたようだと語っています。津波の中の水流は非常に速く、さらに地形などによって方向も複雑なものとなっているため、あなたがどの向きに流されるかの予測は困難です。しかし一般的には上下方向の渦が発生しており、その関係で下に引っ張られることが多いようです。あなたがどんなに泳ぎが得意だったとしても、この流れに逆らうのは困難。マネキンを使ったある研究によると、津波により発生する渦に巻き込まれると、通常であれば適切な浮力のライフジャケットを着用していたとしても、全く浮かんでこなくなる場合があるそうです。東日本大震災の津波の犠牲者のうち、死因の実に 90% 以上は溺死ということが分かっており、多くの人間が渦にとらわれそのまま亡くなってしまったと考えられています。運よく何かに捕まり顔を水面から出せた状態を保つことができたとしても、あなたの苦難は続きます。なぜならあなたは同じく津波にさらわれた車や建物の破片などに囲まれているためです。仮に衝突しても致命傷にはならない程度の速度だと主張する研究は存在しますが、生存者の多くは骨折や打撲を負っているという事実があります。それらの怪我があなたの体力を容赦なく奪うのです。さらに津波は1回で終わりではありません。東日本大震災を例にとると、少し離れた釧路市では地震発生から1時間も経たないうちに2メートルを超える津波が押し寄せています。ですが最大の津波が襲来したのは地震発生からおよそ7時間後となっています。このように津波は数時間単位で寄せては返すことがあり、第一波が最大とも限りません。時にはあなたを沖に流してしまうことがあり、そうなると生存は絶望的でしょう。また地震は季節を選びません。東日本大震災はまだ寒い3月に発生した上、東北で津波の被害が大きかったこともあり、なんとか津波から脱出できた人でも低体温症で死にかけたという例があります。体力気力ともに限界を迎えたあなたは、仮に当初は生存していたとしても救助なしでは生き延びることがないかもしれません。この恐ろしい自然の猛威に対して対策はあるのでしょうか。繰り返しになりますが、津波に対する正しい対処法はできる限り高く、そして海から遠い場所に避難する。それができない場合は高い建物の屋上に避難する。それもできない場合は高い木の上に登るになります。基本的な方針として、そもそも津波に飲まれないことが重要です。もし飲まれてしまった場合は、太い木や大きな扉など大きくて浮かぶ物体にとにかくしがみつくことが有効だとされています。また流されている間であっても、高台に逃げるチャンスを伺うことも重要でしょう。一応ライフジャケットも一定の効果があるものの、先ほど紹介した通り絶対安心というわけにはいきません。このように一度津波に飲まれてしまったら、文字通り命の保証はありません。発生する頻度は決して高くはないものの、日本という国に暮らす限りは津波防災は常に意識しなければならないでしょう。とにかく高く頑丈なところへ逃げるのです。どんな人間であっても皆平等に与えられるもの、時間。それは心の持ちようとしては正しいかもしれませんが、科学的には明らかに間違っています。アインシュタインの相対性理論によると、人間が早く動くほど、そして人間が強力な重力の影響下にあるほど、外部からはその時間の進み方が遅くなるように見えます。相対性理論において時間は絶対的ではなく相対的なのです。とは言っても、完全に時間を止めるとなると相対性理論ではどうにもなりません。またもやおなじみの非常識を可能にするスーツが必要になります。もしあなたがバイエンススーツを使って周囲の時間を止めた場合、何が起きるのでしょうか。あんなことやこんなことを実行することはできるのでしょうか。今回は時間を止めるとどうなるのかについてご紹介したいと思います。そもそも時間とは何でしょうか。アインシュタインの相対性理論によると、
時間とは次元の一つであり、そういう意味では上下左右前後に代表される空間における次元と同じです。物理学者は空間と時間を合わせた四次元を時空と呼び、この宇宙のすべての存在はこの時空の中を移動しています。そして時間の流れはすべてのものに対して平等と思いきや、実はその流れの速さは簡単に変えることが可能です。三次元空間を一つの軸、時間をもう一つの軸とした二次元のグラフで例えると、静止している人間は時間の方向にのみ進んでいます。しかし三次元空間内で動き出すと、時間の軸だけではなく空間の軸も移動することになり、このグラフでは斜めに進みます。斜めに進んだとしてもグラフ上の移動速度は同じであるため、三次元空間内で速く移動すればするほど時間の成分が少なくなり、それはすなわち静止している場合より時間の進み方が遅くなることを意味します。この仕組みにより、この宇宙のすべてのものは時空の中を光の速度で進んでいると表現されることがあります。しかし日々の生活で相対性理論による時間の進み方の違いを意識することはほとんどないでしょう。仮にあるとすれば、せいぜい時間感覚の違い程度。余談ですが、動物のサイズにより時間感覚が異なるという研究結果が存在することはご存知でしょうか。2013年に発表されたその論文によると、点滅する光の点が持続する光になるように見える速さ、臨界融合頻度は人間の時間感覚と強い相関があります。そして動物のサイズと代謝量から臨界融合頻度を予測することができるため、動物のサイズと代謝量により時間感覚が異なると主張しています。しかし当然ながら、この主張を真に受けるのは危険が伴います。まず測定しているのはあくまで臨界融合頻度であり、時間感覚そのものを測定したわけではないこと。他にも論文のデータを詳しく見てみると、例外が多いためデータのばらつきが大きく、臨界融合頻度を完全に予測できるというのは誤りだとわかります。残るのは統計的に優位であるという事実のみ。論文を一方出しただけで答えが出せるほど科学は単純ではないでしょう。さて話を戻しましょう。今回は時間の進み方を遅くするのではなく、完全に止めてしまうもの。漫画の世界ではよく使われる手ですが、多くの場合では時間が止まっている間に自らの目的を果たすことがほとんどです。漫画においてはその形は超能力やスイッチなど様々ですが、本当に時間を止めてしまうとどうなってしまうのでしょうか。仮にあなたが謎のスイッチを拾い、それを押して時間を止めることができたとしましょう。あなたは何をしたいですか。おそらく時間が止まっている間に、あんなことやこんなこともできるはず、そう妄想していることでしょう。しかし残念ながら、あなたの体の神経細胞同士の電気信号も時間と同時に止まってしまうため、体を動かすことはおろか思考さえもできないでしょう。当然スイッチを再び押して時間を再び進ませることもできないため、宇宙全体の時間が止まったままになります。それはつまらない。それではバイエンススーツを使用し時間を止めた場合では何が起きるのでしょうか。バイエンススーツの力をもってすれば、スーツを着た人間以外のみの時間を止めることが可能です。ついにあなたが待ちわびていた私利私欲にまみれた世界を体験できるはずです。バイエンススーツにより、あなた以外の人間や川の流れはおろか、地球の自転や公転までもが完全に静止します。全宇宙の時間が止まった今、動くことができるのはあなただけ。それはなんと素晴らしい世界でしょうか。早速一歩を踏み出せません。というのも、あなたの周りには大量の空気分子が存在し、それらも完全に静止しているため、あなたは一歩も動くことができないのです。まるで空気という牢獄に囚われているようです。一旦落ち着いて深呼吸でもしましょうと行きたいところですが、あなたの肺は静止した空気を取り込むことができません。
呼吸が全くできないあなたは、気を失うまでに時間を再び戻さなければ、そのまま窒息し命を落としてしまうことでしょう。おや？この結末では、私利私欲を満たせない？仕方ありません。バイエンススーツの機能を調整すれば、あなたの周りの空間だけ時間が通常通り進むようにすることが可能です。これぞまさに究極のバブル方式。今度こそあなたの欲望に応えてくれるはず。バイエンススーツによってあなたの周囲以外の全ての時間が停止したようです。この場合では時間が止まってもあなたは窒息はしません。しかしあなたを取り囲む泡のような空間の外の様子は全く見えないことに気づくでしょう。これは時間を止めてしまったことにより光も静止してしまうため、待っているだけでは永遠にあなたの目に届かないのです。当然空気分子の振動も止めてしまっているため外部の音は全く聞こえません。あなたを取り囲む小さな空間以外は何も見えない、何も聞こえない世界。究極のバブル方式とはよく言ったもので、あなたが望むことはほぼ何もできないでしょう。その事実に気づいたあなたはすぐにバイエンススーツの機能を解除することを考えるかもしれません。しかし考えている暇などないと言われたらどうでしょうか。忘れてはいけないのが、地球の動きも突然静止してしまったのに対し、あなたの周囲のみ時間がそのまま進んでいるということ。つまり今まで地球の自転や公転により移動していた勢いそのままに、あなたとあなたの周りにあるバブルは移動し続けるのです。重力がつなぎ止めてくれることを期待しても、時間とともに重力自体も止まってしまっています。地球の自転速度は赤道付近で時速およそ 1670km ですが、例えば北緯36度の東京ではおよそ時速 1350km、 1秒あたり 375m 進む計算になります。また地球は太陽の周りを公転しており、その速度は太陽から見て秒速 30km ほど。つまり1秒経つごとに 30km 以上元にいた場所から離されることになり、大抵の場合はバイエンススーツを解除した瞬間、宇宙空間にいることが判明し、あなたの命もそこで終わります。さらに太陽系も天の川銀河の周りを公転しており、その速度は秒速 200km。 さらに天の川銀河も宇宙空間を移動しており、その速度はビッグバンの名残である宇宙マイクロ波背景放射に対して秒速 580km。 もはや一瞬で時間静止をやめなければ文字通り命に関わることは明白です。あなたそこまで想定していなかったのですか。煩悩にまみれたあなたは地球から随分離れてしまいました。時間を戻して地球に帰りたいでしょうが、そうすると宇宙空間に投げ出されることになってしまいます。仕方ありませんね。延滞料金を支払っていただければ、バイエンススーツを着たまま地球に帰還することも可能ですよ。過ぎたる力は身を滅ぼすとはこのことです。それでは毎度あり。こりゃ完全にゾーンに入っちゃってますね。オリンピックやスポーツの世界大会などでアナウンサーがこのようにつぶやくことがあります。極度の集中状態といったニュアンスで使われるこの表現ですが、スポーツだけでなく芸術、e スポーツ、将棋に囲碁、格闘技、そして学問の世界など幅広い分野において一流と呼ばれる達人たちの多くがこの状態を経験したことがあると告白しています。いわくまるで時が止まったかのようだった。体が勝手に動き、気がついたら勝利していた。次に何が起きるのか、答えが常に見えていた。それは実に心地よい体験だった。などなど、最高のパフォーマンスを約束してくれる奇跡体験、それがゾーンと言えそうですが、この現象は科学的にも説明がつくものなのでしょうか。そしてあなたがゾーンに入るとき、その心と体はどのような状態にあるのでしょうか。今回はゾーンに入るとどうなるのかについてご紹介したいと思います。ゾーン、科学の世界ではフロー体験とも言われるこの現象は、
心理学者ミハイ・チクセントミハイによって提唱された概念であり、個人がある活動に没頭し、時間感覚が失われたり、行動が自動化された状態を指します。これは極めて充実感にあふれた体験であり、スポーツの世界などで時に最高のパフォーマンスが発揮されます。例えば野球において、ピッチャーの放ったボールが止まって見えて、カキンと打ったらホームランなどがイメージしやすいでしょう。また、知覚現象を伴わずとも、我を失うレベルの集中が生じていれば、それも一種のゾーン体験です。そのため、ゲーム、小説、漫画、映画、音楽などのエンターテインメントを満喫し、一瞬で時が過ぎる感覚を覚えたことがあれば、あなたも立派なゾーン体験者です。興味深い例としては、お笑いを鑑賞している時に、その脳内ではガンマ波という脳波が生成し、脳全体がフル稼働してゾーンを体験していることが分かっています。意外に身近な幸福体験、それがゾーンと言えます。ちなみに、ランナーズハイ、つまりマラソンなどの持久力が必要とされるスポーツにおいて、極度の苦痛を乗り越えた先に感じる快楽の状態があり、時にこれがゾーン体験と混同されることもありますが、それは誤解です。こちらの現象は、体内で生成されるエンドルフィンという化学物質が原因であり、身体的苦痛を乗り越えるために、この化学物質が鎮痛剤として機能した結果の刹那的な快楽に過ぎません。ゾーンに入る方法、そのためには課題設定にいくつかの条件があります。この点については諸説あるのですが、最も古典的な3つを紹介しましょう。まずは課題の難易度。達成目標とあなたのスキルがかけ離れている場合、ゾーンには入りにくいとされています。難しすぎず、かといって簡単すぎない目標がベストです。第2に、目標に具体性があること。そして最後は、結果が明確にフィードバックされることです。これらの観点から考えると、スポーツというジャンルは、まさしくゾーンの条件を満たしていると言えます。例えば、100メートルを9秒台で駆け抜けたいという強い願いは、その難易度がアスリートにとって適切であれば、非常に具体性があり、記録というフィードバックがいつでも得られます。そして気が遠くなるほどの失敗を重ねて、ついにゾーンに入ることに成功した人物は、これまでにない充実感とともに最高のパフォーマンスを達成します。目標達成のためのチートとも言えるゾーンですが、この特別な瞬間をあなたが体験するとき、その脳内ではある種の奇跡が幾重にも重なって生じています。あなたたち人間の脳には、ドーパミン作動性報酬系と呼ばれる快楽に関する領域が存在します。この部位は、植物的な快楽はもちろんとして、楽観主義や希望、前向きな気分、元気とやる気、疲労感や不快感の軽減といったポジティブな体験をあなたにもたらすのですが、ゾーンに入った脳は、この部位が強く活性化しています。ゾーン体験が一般的に充実感と幸福感で満たされているのはこれが原因です。他にもテトリスというゲームによりゾーンに入った被験者の脳波を調べた研究においては前頭葉のシータ波が強くなる傾向が確認されました。この脳波の発生は注意力の持続や認知制御の増加を意味しており、ゾーン状態における異常なレベルの集中力をうまく説明しています。その一方で、ゾーンに入った人間の脳の一部が、その機能を停止することも判明しています。例えば、内側前頭前皮質。この領域は、自己や他者の思考と感情の理解、刺激と報酬の関係性、道徳に関する処理などを担っており、人間らしさの本質が詰まっています。また、不安や恐怖という感情を担う扁桃体も、ゾーンに入った時にその機能が低下します。言い換えるとこれは、ある種の人間性の喪失とみなすことができ、ゾーン状態の人物が目の前の課題に一切の不安もなく、周りから見ると不気味なほどに没入してしまうのも当然といえば当然でしょう。ちなみにゾーンへの入りやすさには遺伝的要素も大きく影響しています。例えば、444組の双子を対象とした研究においては、ゾーン体験の遺伝率は 29% から 35% と算出されました。これに関連して、ゾーンに入りやすい性格というのも判明しており、神経症的傾向が低く、誠実性が高い人物の方が有利です。
また目標達成により外部から得られる報酬よりも自己の成長に喜びを感じる性格特性が重要とされています。これを分かりやすく言い換えると、細かい失敗などは恐れずに目の前の課題に真面目に、そして繰り返し取り組める意識の高い人格者となりますが、実にまあ希少で貴重で純粋な性格であり、己の知的好奇心にだけ忠実なあなたたちバイエンスの民とは別次元の住人ですよね。なんだよ、結局は才能の世界かよ。まあ知ってたけど。と憤慨のあなたへ朗報があります。ゾーンへの入りやすさを促進する特別なテクニックも見出されていますので、いくつか紹介しましょう。まずはゲーミフィケーション。これは特定の課題にゲームの要素を取り入れるテクニックであり、成果に応じてポイントを付与したりバッジを与えたりするのもこれに該当します。外部からの介入が必要となる場合も多いですが、第三者に協力してもらい、グループ内でトレーニングや学習の進捗度を競い合うのも良いでしょう。ただし、間違っても営業成果を棒グラフにして毎週月曜日の朝礼で部下を比較するなんてことはやめてください。それはただの暴力であり、社員が逃げます。個人でできるトレーニングとしてはマインドフルネスに効果が認められています。これは自分の思考、感情、体の感覚をあるがままに受け入れて、現在の瞬間に完全に注意が向いた状態を意味し、瞑想がその代表例です。瞑想というとスピリチュアルなオカルトに感じる人もいるかもしれませんが、その先入観は捨ててください。瞑想には集中力を高める効果がほぼ確実に認められており、ゾーン体験を促進すると考えられています。またマインドフルネス瞑想に関する25の論文を精査した研究においては、瞑想によりゾーン体験とも深い関係がある前頭前野や体感覚や情動、社会性、自己意識に関わる頭皮質という領域の構造が変化する事実が判明しました。つまり瞑想という誰でも手軽にできるトレーニングにより、あなたは脳を改造できてしまうのです。瞑想が集中力を高めるという事実と合わせて考えると、このような脳構造の変化によりあなたはゾーン的覚者へと生まれ変わる可能性があります。ちなみに日本人を対象としたとある研究では、ゾーンの体験回数が日常的に多い人の方が人生に対する満足感が高いとのこと。つまりこの特別な時間はあなたたち人間が日常を楽しみ尽くすための強力なツールになりうるはずです。人生はあなたが受動的である限りただのクソゲーに過ぎません。ゾーンという技術を駆使して、ぜひともこれを最高のスルメゲーへと魔改造してください。多くの文化では巨大な爬虫類や竜の存在が古の伝承として残っています。例えばアメリカ大陸とアジアなど文化的交流などなかったと考えられる文化でも同じモチーフの伝承が存在しているのは不思議に思いませんか？その理由については諸説ありますが、かつて栄華を極めた恐竜の化石を竜の骨だと勘違いしたという説も存在します。全ての大陸にまで進出していた恐竜は絶滅してもなお人類に影響を及ぼしているようです。それではもし恐竜が絶滅を回避していたら、世界はどのような様子になっていたのでしょうか？映画のように人類が狩り尽くされてしまうのか、それとも人間たちは恐竜を乗りこなしているのでしょうか？今回は恐竜が絶滅していなければどうなるのかについてご紹介したいと思います。恐竜の絶滅のきっかけとなったのは、およそ6600万年前に衝突した小惑星だと言われることがあります。その小惑星の直径は10キロメートルから数十キロメートル程度と推定されており、現在のメキシコ・ユカタン半島沖へ衝突。結果として地球上の生物種のうち実に 75% が絶滅してしまったと考えられています。また一説にはメキシコ湾を高さ 1.5 キロメートルにもなる津波が襲い、地球の反対側でも高さ10メートルを超えたとされています。もちろん地球の生物種の 75% が絶滅するような隕石がもたらす影響は津波だけではありません。
衝突直後には核爆発と同じように直径数十キロメートルにもなる火球が出現。さらに衝突の衝撃により大量の岩石が宇宙空間に放出され、それが地球の重力に引かれて大気中に再突入する際に大量の熱が発生。衝突の位置から1800キロメートル以上離れた場所でも気温が平均155度、場合によっては500度を超えたと推定する研究が存在します。現在の中央アメリカ一帯が一瞬にして死の大地と化してしまったようです。その後も衝突により硫黄を含む塵が大量に空気中に放出されて地球全体を覆い、世界全体の気温が急低下。前年と比較して10度も気温が低下した場所もあったようです。太陽光が十分に届かないことで多くの植物が枯れ、多くの草食動物、そして草食動物を餌にしていた肉食動物もやがては餓死してしまったと考えられています。その影響は数年以上続いたと考えられ、当時大型種が多かった恐竜は多くの食べ物が必要だったため、恐竜は絶滅してしまったという説が有力です。それではもし恐竜の絶滅が起こらなかったら、地球は現在と比べてどのように変わっているのでしょうかと行きたいところですが、実は厳密な意味では恐竜は絶滅などしていません。というのも、現在の地球に生息する鳥類は恐竜から分岐したと考えられ、恐竜という単語は恐竜から進化した全ての生物種を含むと定義されています。つまり鳥類は全て恐竜ということになります。恐竜が絶滅しなかった世界とは、今あなたが暮らしている世界そのものなのです。とはいえ、鳥類のことを悪く言うつもりはありませんが、この答えでは少しつまらないでしょう。ミスター・バイエンスに過去へタイムスリップしてもらい、地球に衝突するはずであった小惑星の軌道を変えていただきます。もし6600万年前の小惑星衝突が発生していなかったら、どのような世界になったのでしょうか。その時の人類はどのような暮らしになるのでしょうか。まず恐竜は小惑星の衝突とは無関係に、6600万年前時点では衰退していたという説が存在します。また小惑星衝突の数十万年前から現在のインドでは地球史上まれに見るほどの火山活動が発生しており、それが恐竜の絶滅に影響したとも考えられています。一方で6600万年前の時点で恐竜は全ての大陸に進出し、多少の息切れのような兆候は見えていたものの、恐竜の種類は過去最高に達していたとする研究も存在し、小惑星の衝突なしではその勢いを完全に止めることはできなかった可能性が高いでしょう。そうなると大きく歴史が変わるのが鳥類と哺乳類の進化です。小惑星衝突後、これらの2つの種類の動物が生き延びられたのは、衝突直後には穴を掘って隠れることができたことと、もともと食べ物の種類が比較的豊富だったため、その後続いた飢餓の時代を生き延びることができたためであると考えられています。塵の雲がようやく晴れ、恐竜がいなくなった大地に踏み出した彼らは、恐竜が開いた穴を埋めるように多くの種類に進化していきました。仮に恐竜の大量絶滅が発生しなかったら、この爆発的ともいえる進化は発生しなかったかもしれません。例えばハルシカラプトルと呼ばれる小型の肉食恐竜は、まるで水鳥のような生態をしていたと推定されるなど、現在鳥類や哺乳類が占めている役割も恐竜が占めていたことがあったようです。このような状況では現在の地球と比較すると、鳥類と哺乳類の存在感は小さくなると予想しても不自然ではないでしょう。また恐竜が闊歩していた時代には、哺乳類は進化論的には親戚にあたる哺乳系類との激しい競争にさらされていたようです。哺乳類が爆発的に数を増やしたのは、恐竜絶滅後の激変した環境により、哺乳系類との生存競争に勝利した後だとする説も存在することです。もし恐竜が絶滅していなかったら、哺乳類と哺乳系類の戦いにどちらが勝利していたかは定かではありません。もしかすると哺乳系類から進化した生物が現在まで生き延びているかもしれませんね。ではこの世界では人類のように高度な知能を持つ生物は誕生していたのでしょうか。一般的には
高度な知能は大量のエネルギーを消費するため、必ずしも生存競争には有利に働かないと考える科学者が多く、多くの哺乳類が恐竜や哺乳系類の陰で怯えるような生活をしていたら、現在の地球と同じように人類のような高度な知能を持つ哺乳類が誕生していたかは疑問視されています。しかしもし仮にこの世界でも人類が誕生していたら、現在の人類とどのような違いがあるのか気になるでしょう。当時の哺乳類はネズミのように体は小さく、夜行性の種類が多かったと推測されています。かつて夜行性であったことの影響は現在に至るまで残っており、ほとんどの哺乳類は現在も2色しか色を認識することができません。これは光が少ない夜に活動していたため、色を認識するより少ない光を認識できた方が生存に有利だったためと推定されています。この現象は夜行性ボトルネックとも呼ばれることがあります。その一方で鳥類や爬虫類は4色、日中活動する分には例えば生い茂る葉っぱの表裏を見分けることができるなどの利点があるのですが、鳥目という言葉があるように光が少ない場所は比較的苦手です。人類はどうかというと、ご存知の通り3色。これは新緑の背景に対して赤い果物を見分けることができると生存に有利だったからという説が有力です。しかしここでは日中は恐竜が支配する世界、つまり仮に人類が誕生していたとしても現在より夜行性動物の側面が強く、他の多くの哺乳類のように2色しか見分けられない可能性が考えられます。この世界の人類の視界は現在の人類と比べてどこか色あせたものに映るかもしれません。またそもそも人類がこの世界では恐竜の餌にしかならないのではないかという心配については、ゾウやライオン、カバなど実は現実のあなたたち人間も危険な動物と隣り合わせで暮らしてきたという事実があります。恐竜も危険なのは間違いありませんが、さすがに狩り尽くされて人類が絶滅するというほどにはならないでしょう。もしこの世界でも人類が生き延びていたのであれば、まるで映画に登場する恐竜のテーマパークのような巨大な恐竜が暮らす動物園に人々が群がることも考えられます。もしくは人類が誕生することもなく恐竜の天下が今でも続いているのかもしれません。人類の飽くなき探求心、それは地球だけで収まるものではなく、ついには新天地を求めて太陽系の他の天体にまで到達するほど。しかし現状の技術力では太陽系のさらに先、銀河系の他の星にまで探索の手を広げることができていないことは皆さんもご存知でしょう。太陽から最も近い恒星プロキシマケンタウリまでの距離はおよそ40兆キロメートル。現在秒速17キロメートルで太陽から離れつつあるボイジャー1号が、仮にその方向に向かっていたとしても7万年以上かかります。一方でもしもこの宇宙の最高速度高速度で移動することができれば、プロキシマケンタウリまで4年で到達することができます。これを使わない手はないですよね。では人間が高速で移動することはできるのでしょうか。この速度の最高地点を手にすると何が起こるのでしょうか。今回は人間が高速で移動するとどうなるのかについてご紹介したいと思います。冒頭紹介したボイジャー1号は太陽系を去りつつある人工物の中で最も速いものですが、それでも光の速度のわずか 0.0056%。 またボイジャー1号よりも速い速度で移動する人工物は存在し、太陽に対して最も速い速度で移動した人工物である太陽探査機パーカーソーラープローブは2021年11月には秒速 180km という速度を計測しています。この探査機は未だ現役であり、2025年までには太陽に対して秒速 200km を超える速度に到達することが予想されています。しかしそれでも光の速さの 0.1% にも満たない速度です。自然現象に目を向けると、超巨大ブラックホールの周辺から放出される物質は
とてつもない速度になることがあり、時には光速の 99.9% と光速に迫るような速度で物質を放出するものも観測されています。さすがの人類もこの規模の天体を出されたら立つ瀬がないかと思いきや、ごくごく小さな粒子であれば人類はそれなりに検討しています。例えば世界最大の粒子加速器 LHC では、陽子を光速の 99.9999991% という速度まで加速させることが可能です。とはいえ、残念ながらこの分野でも宇宙は人類をはるかに上回っており、宇宙空間を飛び交う高エネルギー粒子宇宙船の中には信じられないような速度を出すものが稀に発見されます。例えばアメリカユタ州にあるダグウェイ性能試験場で検出されたとある粒子は、仮に陽子だと仮定すると光速の 99.99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 
かったようで、オーマイゴッド粒子と名付けられています。このように現在に至るまで光の速度で移動する物体は発見されていませんし、仮に今後発見されたとしたら、現在の物理学を根底から覆すことになるでしょう。それがなぜかについては分かっていませんが、この宇宙では質量を持つ存在は光の速度、秒速およそ 299,792km 以上で移動することはできず、その速度にまで加速しようとしても必要なエネルギーが加速度的に増大し、最終的には無限大のエネルギーが必要になってしまうのです。それではもしあなたが光の速度を目指し加速を始めたら何を体験するのでしょうか。通常であれば不可能な話ですが、この宇宙の最高傑作であるバイエンススーツを使用すれば高速移動を達成できるかもしれません。急加速による体の負担も全くなく、快適な旅を楽しむことができるはず。さあ、未知なる世界へ行ってらっしゃい。速度がぐんぐん速くなるにつれて、通常では体験できない不思議な現象が現れ始めます。仮にあなたが光の速度の 50% で移動しているときに、真後ろから来る光があなたを抜き去る場合を考えてみてください。普通に考えれば、光の速度の 50% で移動するあなたから見れば、あなたを抜き去る光は高速の 50% で移動しているように見えると思うでしょう。しかし、なんとこの宇宙ではそのような常識は通用しません。光の速度は誰が見ても一定、秒速およそ 299,792km で移動しているように見えます。それがたとえ高速の 50% で移動しながら光に追い抜かされているあなたにとっても、それを横から観察する全く移動していない人間にとってもです。これは一体どういうことでしょうか。この矛盾を解決するためには、時間の進み方が速度によって異なるという考えを取り入れるしかありません。つまり、高速の 50% で移動するあなたにとっては、あなたが見た光の速度が秒速およそ 299,792km になるように、時間が遅くなるのです。少々難しいと思いますが、つまりはこの宇宙では光の速度が秒速およそ 299,792km になるように、時間や空間さえも歪むのです。もちろん、早く進むほど相対的に時間の進みが遅くなる効果は、人間の常識の範囲の速度ではほぼゼロです。そのため、皆さんが気づかないうちに時間の進み方が変化することはないので、ご安心を。では相対的な時間の遅れはどの程度なのか理解するために、さまざまな速度で移動する人間にとっての1年間が静止した人間にとって何年になるのかを考えてみましょう。太陽に対するボイジャー1号の速度、高速の 0.0056% では1年でわずか 0.05 秒しか差が生まれません。しかし、高速の 50% では2ヶ月近く差が生まれ、422日となります。速度が速くなるごとにその差は増大していき、高速の 99% では1年が7年、高速の 99.999% では1年が224年となります。これらの時間の経過のズレは、加速最中はごくわずかです。加速を始めて最初に気づくのは、視界が徐々に広がっていき、
ある程度加速すると逆にどんどん狭まっていくような感覚です。これは斜め後ろから来た光もあなたにとって高速で移動するように見える角度が異なるためです。最終的には進行方向のほんの一点しか見えなくなるでしょう。またあなたが見ることのできる色も大きく変化します。あなたの進行方向から来た光はより波長が短くなり、反対方向から来た光は波長が長くなるような効果があり、多くの天体の色が変化するように見えるでしょう。正方変異、赤方変異と呼ばれるこの現象ですが、仮に地上で高速に迫った場合は、前にあるものがより青く、後ろにあるものがより赤く見えることになります。宇宙空間でも全体的な傾向は同じですが、天体によってはもともと赤外線領域や紫外線領域で明るいものも多いため、例えば正方変異により赤外線領域が赤い可視光に変異し、前方の天体がより赤く見える可能性もあります。とはいえ最終的な結果は同じです。やがて前方から来る全ての光の波長が短くなりすぎて、そして後方から来る全ての光の波長が長くなりすぎて、人間には見えなくなってしまいます。最後に見えるのがビッグバンの名残である宇宙背景放射が正方変異により可視光領域になったまばゆい光の点です。さあさらに加速して高速そのものを目指そうと思いましたか？残念なお知らせですが、このままでは高速に限りなく肉薄することはできても、高速そのものには永遠に到達しません。なぜなら、はじめに解説したように、この宇宙では質量を持つ存在は光の速度以上では移動することはできず、仮に高速に到達したら現在の物理法則が崩壊するため、何が起きるのかを予想することすらできないのです。ですが高速で移動するたった一つだけの方法があります。知りたいですか？特別ですよ。それはあなたの質量をゼロにすること。バイエンススーツに秘められた隠しコマンドを使用するのです。さあ邪魔な質量など捨ててしまい、光の速度で飛んでいってください。あなたの質量がゼロになると、あなたの体は勝手に高速で飛び立ちます。おめでとうございます。これが高速の世界ですと言いたいところですが、私の声はあなたには届かないでしょう。高速で移動する粒子にとって計算上時間は経過しません。つまりあなたにとって質量がゼロになってから何かに衝突するまでは、まさに一瞬ということ。高速の世界を楽しむことなどできません。さらに質量がある粒子は決して高速に到達できないのとは逆に、質量がない粒子は決して高速以外の速度になることができません。あなたは止まることなどできないまま、あなた目線でほんの一瞬の生涯を終えることになります。質量という重りを捨ててしまったばかりに、あまりにもあっけない末路を迎えることになってしまいました。もしかしたら質量は光の速度の移動を妨害する枷などではなく、静止する自由を与えてくれる翼なのかもしれませんね。宇宙誕生直後の大爆発、ビッグバン。生まれたての宇宙では高温高密度の点のような小さな空間が急激な膨張を起こすことで一気に拡大していきました。この宇宙の膨張は現在も続いており、遥か遠くにある星々や銀河は、あなたがバイエンスを見ているこの瞬間もさらに遠くへと離れています。ではこれほど巨大な爆発であるビッグバンとは一体何なのでしょうか？そしてビッグバン以前には何があったのでしょうか？今回はビッグバン以前の宇宙に行くとどうなるのかについてご紹介したいと思います。宇宙が高温高密度の状態から始まったとするビッグバン宇宙モデルは、1946年ワシントン大学のジョージ・ガモフ博士によって提唱されました。これは遠方に見える銀河が距離に比例した速度で遠ざかっている、すなわち地球から遠い天体ほど早く遠ざかっているというハッブルの法則と呼ばれる発見を根拠にしたものです。ハッブルの法則により、宇宙は一様に広がっていると考えられるので、逆に過去に遡れば宇宙が一点に収縮すると
ジョージ・ガモフ博士は考えました。しかし宇宙は普遍的に同じ大きさであり、始まりも終わりもないとする定常宇宙論でもハッブルの法則を説明することが可能であり、1950年代から1960年代にかけてビッグバン宇宙論と定常宇宙論の大論争が巻き起こったのです。そして実はビッグバンという言葉はビッグバン宇宙論に否定的な研究者が BBC のラジオ番組に出演した際に、宇宙の始まりにはでっかい爆発ビッグバンが起きたなんていう人もいると揶揄したところ、そのキャッチーなフレーズがそのまま定着してしまったもの。ともあれ、1960年代の半ばにビッグバン理論に勝利の日が訪れます。なんと宇宙誕生直後の爆発の残光が電波望遠鏡によって観測されたのです。これが宇宙の果てに行くとどうなるのかの動画でも紹介した宇宙マイクロ波背景放射と呼ばれる火の玉宇宙の名残で、ガモフ博士が自らの理論の中で予言したものでもありました。こうしてビッグバン宇宙モデルは広く支持され、宇宙が高温高密度状態から形成されたとする理論が確立されました。現在では宇宙の誕生と形成については次のような過程があったと考えられています。まず138億年前に宇宙が誕生します。宇宙誕生から1万分の1秒後に、およそ1兆度という途方もない高温の中で陽子中性子が形成されます。その3分後、リチウムよりも軽い元素が形成。やがて時は経ち、誕生から38万年後、光が電子に拡散されることなく自由に動き回れるようになり、宇宙は透明になりました。これを宇宙の晴れ上がりと言います。この時に放出された残光が今も背景放射として宇宙の地平線から地球に絶えず届いているというわけです。なかなか難しいですよね。この後、宇宙が膨張冷却する過程の中で粒子の密度の揺らぎが成長し、天体が形成されたのです。やがて恒星が形成されると、その内部で酸素や鉄などに代表されるより重い元素ができていったというわけです。かなり手短に説明しましたが、こうして見ると初期の宇宙は想像もできないほどエネルギーに満ち溢れていたということがわかります。ではビッグバン以前の宇宙とはどんなところなのか。まず一つ申し上げておきたいのは、ビッグバンより昔の世界は非常に難解で分かっていないことが多いということです。とはいえ、多くの理論物理学者のたゆまぬ努力により、いくつかの仮説が生み出されています。その一つがビッグバンの準備段階であるインフレーションという宇宙の大膨張があったというものです。実のところ、ビッグバン理論には解決されていない矛盾がいくつかあります。例えば、もしある一点でビッグバンが生じたのであれば、宇宙背景放射はその方向からのみやってくるはずです。ですが現実にはビッグバンの残光である宇宙背景放射は宇宙のありとあらゆる方向から地球に届いています。つまりビッグバンは宇宙のあらゆる場所で起きたと考えられるのです。宇宙開闢からビッグバンが生じるまでには、1兆分の1のそのまた1兆分の1、さらにそのまた1兆分の1秒に近い途方もなく小さな時間しかありません。このような微細な時間の中では、宇宙で最も早く移動できる光ですらわずかな距離しか動けません。光の速度を超えて連絡を取ることができない以上、宇宙全体でビッグバンを同時に起こすことはできないのです。これは地平線問題と呼ばれるビッグバンの問題点に含まれる矛盾です。専門用語が多発して頭がややこしいって。実は私もそんな中、地平線問題やその他のいくつかの矛盾を解消するために導入されたのが、先ほど登場したインフレーション仮説。インフレーション仮説とは、ビッグバンの直前、宇宙空間がとてつもなく急激な速度で膨張したというものです。宇宙誕生から1秒の1000兆分の1の1000兆分の1の1万分の1秒後というとてつもなく小さい時間の中で、空間は指数関数的な急激な膨張を遂げ、 3×1兆分の1×10兆分の1mmというとにかく微細な空間が 0.3km にまで急拡大します。原子の直径が10億分の1メートルなので、
宇宙がどれほど微細な空間だったか理解できるでしょう。さらに 0.3km の空間が直後のビッグバンでさらに引き伸ばされ、現在の465億光年というとてつもない大きさの宇宙が形成されるに至りました。ちなみにもしインフレーションがないとビッグバンが起きたとしても、138億年後の現在でもたったの30メートルしか宇宙空間が存在しない計算になってしまいます。お待たせしました。お待たせしすぎたのかもしれません。それではこのビッグバン直前のインフレーションを起こしている宇宙の中に飛び込んでみましょう。なあに、バイエンススーツに守られているのでちょっとしたお散歩に過ぎませんよ。これから解説するお話は一つの予想としてお聞きください。さて行きましょう。インフレーションを起こしている空間は光の速度を超えて膨張します。この空間の中であなたが手に持つバイエンスドリンクを投げたとしましょう。もし光と同じ速度でドリンクが離れていくことになると、あなたのドリンクの時間が止まって見えるはずです。もしドリンクが光を超えた速度であなたから離れたとしたら、現在のドリンクの姿は一瞬で見えなくなり、過去のドリンクの姿が時間を逆回しにしたように見えることになります。しかし、もちろんそんなことは起こりません。奇妙に思われるかもしれませんが、投げたバイエンスドリンクとあなたが離れる速度は光の速度を超えることはないのです。これはアインシュタインの相対性理論の中で述べられている、物体が光の速度を超えることはないというルールがあるため。もし物体が光速を超えてしまうと時間が反対向きに進み、宇宙の因果律が崩壊してしまいます。しかし空間は例外です。空間は物体ではないため、光の速度を超えて膨張できるのです。この空間で放り投げられたドリンクはたちまち遠くへと消えてしまったように見えるでしょう。見た目ではドリンクはあなたから離れていきますが、ブラックホールの中にいる時のような時間の遅れは起こらないことになります。さらにこの時空間が等しく光を超える速度で広がるので、周囲のものは見かけの上では光の速度を超えてあなたの周囲から離れていくでしょう。つまり周りのものが一瞬で消えてしまうように見えるはずです。しかし実際にはそれぞれの物体は光の速度より遅いため、遠ざかっていく物体は見えることになります。わけわかめ、なんとも不思議な世界です。このインフレーションが起きた原因は今も明らかになっていません。また宇宙誕生の前には別の宇宙があった、あるいは空間どころか時間すら存在しない無の状態だったなどの仮説もありますが、どれも理論化できていないのが現状です。今あなたたちにできるのは、宇宙の淵から漂う宇宙誕生の残響となる電波を聞くことぐらいでしょう。ビッグバンの余韻はあらゆる方向から地球に絶えず送り届けられているのですから、いつの日かこの宇宙の全てが明らかになる日は来るのでしょうか。人間が活動をするためにはエネルギーが必須です。そのためエネルギーを得る手段が進化するにつれて、人類の科学技術も進化してきたという見方もできるでしょう。例えば人類が誕生したばかりの頃は全てが人力でしたが、ある時から家畜を用いて畑を耕すようになり、さらに化石燃料をエネルギー源にし始めたことにより産業革命が起きたといった例があります。現代の世の中においてはエネルギーを得る方法は多様化しており、化石燃料は未だ現役ですが、他にも太陽光や風力発電、核分裂など様々なエネルギー源が人間社会の根幹を支えていると言っても過言ではないでしょう。しかしそれら全てのエネルギー源を過去にするとも言われる夢のようなエネルギーが存在することはご存知でしょうか。それが核融合。ご存知の通り、核融合発電はまだ実用化されているものではありません。もし人類が核融合をエネルギー源として用いることができた場合、何が起きるのでしょうか。今回は核融合発電が実用化されるとどうなるのかについてご紹介したいと思います。核融合とは、軽い原子核同士が衝突・融合した結果、
より重い原子核とともに莫大なエネルギーを発生する現象のことです。例えば太陽の核の中では水素の原子核同士が衝突することでヘリウムの原子核を生成しており、その過程で太陽系におけるほぼ全てのエネルギーを生成しています。同じ重量の燃料あたりのエネルギー量で比較すると、核融合反応は化石燃料と比べて2000万倍から1億倍という試算もあり、文字通り桁違いのエネルギー量を生み出すことができます。さらに核融合反応は二酸化炭素を排出しませんし、燃料も地球上に多く存在する水から取り出すことができる可能性があります。現在の原子力発電では核融合ではなく核分裂を使用していますが、核融合はその性質上反応を止めるのが容易であるため、チェルノブイリや福島第一原発のような深刻な事故を引き起こす可能性が低いと考えられています。そのため核融合はまさに完璧なエネルギー源と言えるかもしれません。とはいえ、それは現状では不可能であるという点に目をつぶればです。核融合発電は構想としては20世紀前半より存在してはいましたが、未だにそのような発電所が建設されていないというのはご存知でしょう。核融合発電の難易度は現在使われている核分裂と比較しても段違いなんです。核融合反応には原子核同士を衝突させる必要がありますが、原子核は全てプラスの電気を帯びています。電気の性質としてプラス同士は反発し合い、原子核同士が近づけば近づくほど反発する力は大きくなります。そのため通常であれば融合できるほどに2つの原子核が近づくことはありません。核融合を起こすためにはこの反発を乗り越えるほど速い速度で原子核同士を衝突させる必要があります。原子核の速度とはすなわち温度のこと。核融合する原子核の種類により異なりますが、地球上で核融合を引き起こすためには少なくとも1億度という温度が必要だと考えられています。当然ながらそのような温度に耐えられる個体はこの宇宙に存在しません。そのため現在では核融合発電のためには2つの方式が主に検討されています。1つ目は磁場閉じ込め方式と呼ばれ、燃料を超高温に熱することで原子核と電子が離れたプラズマという状態にし、強力な磁場の中に閉じ込めるという方法。もう一つは慣性閉じ込め方式と呼ばれ、小さいペレット状の燃料を作り、レーザーなどで衝撃波を発生させます。その衝撃波を利用してプラズマを作成し、核融合反応を起こすことでエネルギーを利用する方法です。そのどちらの方式についてもここ数年で大きな進歩が見られます。現在ではプラズマを作るのに必要なエネルギーに対し、核融合反応で発生したエネルギーが上回ることを当面の目標として日夜研究が続けられています。磁場閉じ込め方式においては1997年にヨーロッパの欧州トーラス共同研究施設で2つのエネルギーの比率が 0.67 と、核融合で発生したエネルギーがプラズマ作成に必要なエネルギーを上回るまであと一歩というところまで達成しています。現在では日本も参加しているイーターが後継機として開発が進められています。一方慣性閉じ込め方式についても研究が進められており、2022年にはアメリカの国立点火施設にて実験が行われ、核融合で発生したエネルギーがプラズマ生成のエネルギーの 1.5 倍になったと大きく報道されました。さらに近年においては方式を問わず多くの民間企業が参入しており、ついに核融合発電が現実的になるという期待があります。こう聞くと人類の夢ともいえる核融合発電が実用化されるのもさほど長くないと考える人がいるかもしれません。しかし残念無念、また来年、核融合発電が実用化されるまでのハードルはまだ非常に高いと言わざるを得ません。まず核融合で発生したエネルギーとプラズマ生成のエネルギーの比率ですが、核融合で発生したエネルギーは中性子と熱という形で放出されます。そこから電力に変換する効率は 100% にはできないため、実用化のためにはさらに核融合からエネルギーを引き出す必要があります。プラズマ生成のエネルギーという数値も注意が必要です。例えば磁場閉じ込め方式においては
プラズマを閉じ込めるための強力な電磁石のエネルギーは全く考慮されていないため、やはり実用化のためには核融合からさらに多くのエネルギーが必要となります。それらを全て考慮した上で、なお経済的に成立するのかどうか。核融合発電というのはすでに原理的には可能ではありますが、人間社会に組み込もうとするとまだまだ時間がかかるのです。が、人類は困難な状況をたゆまぬ努力により実用化にこぎつけてきたという歴史があります。もし経済的に成立するような核融合発電が実用化されたその時、世界はどのように変わるのでしょうか。まず最初に思いつくのが、二酸化炭素排出量の大幅な減少かもしれません。現在人類の二酸化炭素の排出量のうち、およそ半分が発電や暖を取るために化石燃料を燃やした結果だという試算もあります。人間が排出する二酸化炭素が地球全体の気候へ影響を及ぼし、やがて人類の暮らしに跳ね返ってくることを防ぐため、現代の人類は二酸化炭素の排出量を大きく減少する必要に迫られています。核融合発電が実用化されれば、この問題は一気に解決に向かうと思う人もいるでしょう。しかし残念ながら、核融合発電はこの目的のためには使うことはできません。というのも、核融合発電が実用化されるとしたら、どんなに早くてもそれは数十年後になります。一方、二酸化炭素の排出量は2030年までに 43% 減少させるほど早急に取り組まなければ、2100年までに気温上昇を 1.5 度以内で抑える目標は達成できません。核融合発電は実用化されさえすれば、二酸化炭素を排出しないクリーンなエネルギーを供給できますが、それは現在の環境問題に対してはもう遅すぎるのです。また核分裂と違い、核廃棄物を出さないと思うかもしれませんが、それも燃料次第という側面があります。核融合の反応自体は、核分裂のように長時間にわたり放射線を放ち続ける廃棄物を生まないのは事実ですが、燃料によっては大量の中性子を発生させるものもあります。その中性子が周囲に漏れないようにするために、何らかの物質で囲う必要があるのですが、中性子を吸収した囲いの物質が放射性廃棄物と化してしまう可能性があります。そのため、核廃棄物の問題は核融合でもつきまとうでしょう。一方、夢のエネルギーという触れ込みだけあり、多くの問題が一気に解決に向かう可能性はあります。例えば、近代社会で多く見られる石油や水などの資源をめぐる紛争が挙げられます。核融合の燃料には様々な種類が検討されていますが、もし重水素のみを使用する方式が実用化された場合、これは海水から核融合のエネルギーを取り出すことができることを意味します。石油や淡水などの資源は豊富に存在する地域とそうでない地域に分かれています。そのため、その資源をめぐって土地の領有権の争いに発展するという側面があります。ですが、燃料が地表のおよそ 70% を占める海から取れるとなれば、資源をめぐる争いは大きく減少することでしょう。さらに、得られるエネルギー量が膨大とあれば、現代において技術は確立されているものの、必要なエネルギーが多いため、広く使われていない海水の淡水化処理も現実的なものになるかもしれません。これは人類の科学技術の発展にも大きな意味を持つ可能性があります。先ほど紹介したイーターにおいては、参加しているとある国の侵略行為により、今後のプロジェクトへの貢献度が危ぶまれているという事情があります。核融合発電の実用化に代表される困難な目標を達成するためには、多くの人々が協力できるような体制や社会状況が必要です。もし核融合発電が実用化されることにより、世界から争いがなくなったら、その時の人類の発展には期待を持たざるを得ないのではないでしょうか。現代社会を生きる人類にとって、電気は必要不可欠なものとなっています。大量の電気を賄うために日々試行錯誤は続けられていますが、火力発電所は大気中に大量の二酸化炭素を放出する、原子力発電所は稀に大惨事を引き起こすなど、既存の発電方法はそれぞれ何らかの問題を抱えています。また、一見良さそうに見える太陽光などの自然エネルギーは、
晴れの日以外では発電量が大幅に減少するという決して無視できない問題が存在します。そう、晴れの日以外ではです。であれば、常に晴れている広大な砂漠を太陽光パネルで覆い尽くしてしまうとどうなるのでしょうか。今回それを実践するのは、極地を除くと世界最大の砂漠、サハラ砂漠。余っている土地の有効活用にもなり、一石二鳥のアイデアだと思いませんか。今回はサハラ砂漠に太陽光パネルを敷き詰めるとどうなるのかについてご紹介したいと思います。サハラ砂漠はアフリカ大陸の北側に位置しており、冒頭紹介した通り、いわゆる暑い砂漠の中では世界最大のものです。その面積はおよそ900万平方キロメートルと日本の約24倍、アメリカ合衆国や中国の面積に匹敵します。また砂漠だけあって、降水量は極端に少ないことが知られています。サハラ砂漠の中心部や東寄りの地域は1年を通して雨が全く降らないことも多く、年間の平均降水量がおよそ 0.5 ミリメートルとなる地域もあります。東京のおよそ1500ミリメートル、世界平均のおよそ1000ミリメートルと比べると、いかに極端な気候かがわかるでしょう。しかし、太陽光パネルを設置するにあたり、これはメリットとなり得ます。年間の日照時間は日本が1600時間から2400時間、世界平均が2400時間から2500時間程度なのに対し、サハラ砂漠の日照時間は少なくとも3600時間以上、場所によっては4000時間以上と、年間を通して1日11時間は太陽が顔を出している計算になります。太陽に少し雲がかかるだけで、太陽光パネルの出力は数分の1に減少してしまうことから、サハラ砂漠に太陽光パネルを設置するというのは合理的な判断と言えるはずです。そして太陽光発電は近年発展が目覚ましく、弱点の一つとされてきた効率の悪さも改善傾向にあります。例えば、火力発電は石炭や天然ガスなどに貯蔵された化学エネルギーを電気エネルギーに変換し、その効率は 40% 前後。水力発電の場合は水の位置エネルギー、風力発電の場合は空気の運動エネルギーを電気エネルギーに変換し、効率はそれぞれ 90% 前後と 35% 前後。それに対し、太陽光発電は長らく 10% 台であったものの、2022年現在は 20% を超えるものが主流となってきています。加えて、ここ20年で値段が10分の1程度に下落するなど、総発電量のうち数パーセントを太陽光で賄う国や地域は珍しくなく、今後も太陽光発電の成長は続くことが予想されます。太陽光発電には面積が必要なことと、日照時間に左右されるという弱点がありますが、今回の設置場所であるサハラ砂漠であれば、面積、日照時間ともに問題ないと言えるでしょう。ではお待ちかね、もしサハラ砂漠全体にわたって太陽光発電パネルを敷き詰めることができれば、何が起きるのでしょうか。まず、どの程度のエネルギーが得られるかを考えてみましょう。計算のための前提条件により数値は異なりますが、太陽光のエネルギーが1平方メートルあたり1キロワット、効率を 20%、日照時間を年間3600時間と仮定した場合、太陽光パネルをサハラ砂漠の面積900万平方キロメートルに敷き詰めると、1年で648万テラワットアワーとなります。とはいえ、これはあくまで理想的な条件においての話。実際には太陽光パネルは、温度が1度上昇するごとに効率が 0.4% から 0.5% 程度低下することが一般的であり、さらに砂漠では砂がパネル表面を覆うため、設置1ヶ月後には効率が 19% 低下するというデータも存在します。そのため、実際得られるエネルギーとしては、先ほどのおよそ半分程度としても不自然ではないでしょう。が、それでも1年あたり324万テラワットアワー。人類が1年間に使用するエネルギー量は諸説ありますが、仮に17万3000テラワットアワー程度と考えると、人類すべての活動を支えてもなお余りあるほどのエネルギーが得られるということになるのです。
太陽光発電の弱点の一つに昼の間しか発電できないという点がありますが、ここまでエネルギー量が大きければ電池などにエネルギーを貯蔵し必要に応じて放出するという方法も可能でしょう。世界中にエネルギーを送ることでの送電の損失も気になるところですが、それもまたエネルギー量が圧倒的に大きければ問題になりません。となると人類は化石燃料を燃やす必要も危険な放射性物質を扱う必要もなくなり、ほぼ無限のエネルギーを持って幸せに暮らしていくことができる。ここまでご主張の人間の多くは溢れんばかりの希望に満ち溢れていることでしょう。が、そんなわけあるかい。訓練されたバイエンスの視聴者であれば、このような結論で終わるはずないことは言わずもがなでしょう。そうなんです。今回もことはそう単純ではないのです。太陽光パネルは発電時に温暖化ガスを排出しないクリーンなエネルギーとして知られていますが、製造時に温暖化ガスを排出することは忘れてはいけません。2016年時点の研究によると、太陽光パネルの寿命が25年、1年あたりの劣化率は 0.7% と仮定すると、温暖化ガスの排出量は 1kWh あたり二酸化炭素換算で 20g 程度となります。これは他の発電方法と比較して少ないことは事実ですが、今回の実験規模では無視できないものとなります。サハラ砂漠を覆う場合、単純計算ですが、製造時の温暖化ガスの排出量は二酸化炭素換算で 1.5 兆トンと、現在の人類が排出する量のおよそ37年分にもなってしまうのです。設置した後の二酸化炭素排出量は大幅に減少するとはいえ、大量の太陽光パネル製造時の影響によって地球の環境は激変し、取り返しのつかないことになる可能性も考えられるでしょう。さらに太陽光パネルをサハラ砂漠に敷き詰めることによる地球環境の変化も考えられます。砂は比較的太陽光を反射しやすいのに対し、太陽光パネルはより多くの太陽光を吸収できるように設計されています。太陽光パネルの効率は 20% と計算しましたが、残りの 80% は主に熱としてパネルが吸収し、周囲の大気を温めます。そのためサハラ砂漠全体に太陽光パネルを敷き詰めると、アフリカ北部の気温は上昇することになるのです。以前のバイエンスでも紹介した通り、サハラ砂漠ほどの面積の環境を変えてしまうと地球規模での影響が生まれます。サハラ砂漠の最大 50% を太陽光パネルに置き換えるシミュレーションを行った研究によると、 50% の置き換えで地球の平均気温が 0.4 度程度上昇、特に北半球の高緯度地域では2度を超える場所も出てくるようです。加えてアマゾンの熱帯雨林の降水量が年間数百ミリメートル減少するなど、全体的に地球が温暖化するのは避けられないようです。このようにサハラ砂漠に太陽光パネルを敷き詰めてしまうと、エネルギー量だけでなくデメリットも莫大なのです。規模を縮小して実現にこぎつけるというのも悪い考えではありませんが、ここで最大ともいえる障害が立ちはだかります。サハラ砂漠は多くの国の領土にまたがっており、残念ながら政情が不安定な国も多い上、テロ組織による攻撃にも怯えなくてはなりません。実際2016年にはアルジェリアにある天然ガスの油田がテロ攻撃を受けたという事例があります。サハラ砂漠の貴重な資源ともいえる太陽光を他の地域のために使うとなると、なぜか現地の人々は反対することが多いようです。いずれにせよ、このような大規模なプロジェクトを人類が実行するためには、科学技術だけではなく社会構造も変革が必要となってしまうのです。皆さんは世界一大きな魚と聞くと何を思い浮かべるでしょうか。シロナガスクジラ？いや、それは魚じゃない。ホホジロザメ？ちょっと惜しい。答えはジンベエザメ。最大で20メートル程度まで成長するこの魚は、読んで字のごとくサメの一種であり、そして肉食魚でもあります。サメといえばその通り名は海のギャング。以前皆様に体験していただいたように、他の生物を食らい尽くす獰猛な狩人であり、
ターゲットにされるのはあなたたち人間も例外ではありません。ここまで聞くと、好奇心の塊である皆様にはこのような疑問が生じるのではないでしょうか。世界一大きな魚であるジンベエザメに人が食べられたらどれほど悲惨なことになってしまうのだろうと。あの大きなお口に吸い込まれるとどうなるのでしょうか。今回はジンベエザメに食われるとどうなるのかについてご紹介したいと思います。まずはこの物語の主役となるジンベエザメについて詳しく見てみましょう。ジンベエザメは世界最大の魚であり、一般的には10メートル前後まで成長します。平べったい顔に小さな目、そして大きなお口が特徴的です。灰色の体には白い斑点模様が散りばめられており、これが海の青色に実に映えます。日本でもいくつかの水族館で見ることができますし、 YouTube でも多くの動画がアップされているので、皆様も一度は見たことがあるのではないでしょうか。何がすごいって、このジンベエザメ、その生殖様式が非常にユニーク。ほとんどの魚は卵生と呼ばれる、メスが卵を体外に産み、オスがそれに精子をかけることで受精をします。いわゆる体外受精方式です。その一方でジンベエザメはメスの生殖器にオスがクラスパーと呼ばれる生殖器を挿入し、体内受精を行います。要するにジンベエザメは人間などの哺乳類と同じように交尾をし妊娠する、そんな魚なのです。ちなみにオスのクラスパー、つまりペニスはなんと2本も存在します。その理由には諸説ありますが、1対の腹びれが進化してできたので2本あるとの説が有力。またメスも変わった特性を持ち、1995年に台湾で見つかったお母さんジンベエザメの例によると、その体内にオスから受け入れた精子を貯蔵し、この精子を少しずつ使って何回も妊娠を繰り返している可能性が示されています。精子貯蔵&時間差妊娠システムとでも呼ぶべき不思議な生殖行動です。オスにとっては最愛の妻が一途な思いを貫いてくれるという意味で嬉しいですが、その一方で二人で愛の時間を交わす回数が減ってしまうため、少し切ない気もするでしょう。さて、大きな体と謎の生活様式を持つジンベエザメですが、この世界最大の魚に人が飲み込まれるとどうなるのでしょうか。まずはそもそも論として、人間が飲み込まれる危険性があるのかという点ですが、非常に残念。まずもってこれはありえません。なぜかというと、ジンベエザメの食事は基本的にプランクトンであり、加えて穏やかな性格であるため、人間が食べられるとは考えにくいのです。ちなみにプランクトンというと微生物の一種だと勘違いする人も多いのですが、ここで言うプランクトンとは、オキアミに代表される遊泳能力を持たない小さな生き物を指しますのでご注意を。ジンベエザメは食事の際にその大きな口で周りの海水ごとプランクトンを吸い込みます。もし何かの間違いでこれに吸い込まれたとしても、ジンベエザメに凶暴な牙はありません。口の中に小さな歯が8000本以上あり、これが危険といえば危険ですが、すでに退化していて米粒より小さいので噛み砕かれる心配はないでしょう。1メートルを大きく超える人間が間違えて口の中に入っても、なんかでかいの来た、これいつものオキアミと違うとなって吐き出されるのがオチです。さて、困りました。このままでは皆様が知りたいジンベエザメに食われるとどうなるのかに答えが出ません。タイトル詐欺になってしまいます。そんなわけで、ここは少しミスターバイエンスに無理をしてもらい、1センチ程度まで縮んでもらうことにしましょう。これならちょうどジンベエザメの大好物であるオキアミの背中に乗れますので、そのまま彼はジンベエザメの体内に侵入することが可能。見てください、彼は訳もわからずどんどんと小さくなっています。なんじゃこれは。1センチまで縮んだミスターバイエンス、彼は全長およそ3センチのオキアミ初号機にまたがり、無数のオキアミ軍団とともにジンベエザメの口へ飲み込まれようとしています。その後の彼を待ち受ける運命を共に追いかけていきましょう。ジンベエザメはろ過摂食と呼ばれる食事法をとり、
まずは周りの海水とプランクトンを一緒に吸い込みます。そして口の中の海水とプランクトンはエラの奥にある鰓耙と呼ばれる古式でろ過されます。その結果餌であるプランクトンだけがこし取られ、ぎゅっと濃縮された状態で食道へと流し込まれます。そのためオキアミ号に乗った彼は今や喉の奥で他のオキアミ軍団に押しつぶされ、もみくちゃにされながらなすすべもなく食道へと落ちていくことでしょう。ジンベエザメの食道はとても細く、その直径は数センチしかありません。1センチサイズの彼にとってもそこは狭くて暗いトンネルであり、しかも周りはオキアミだらけでベトベトです。誰のせいか知りませんが、今日の彼はついていないようです。食道のトンネルを抜けると次は消化酵素の海に到着します。皆さんご存知の胃と呼ばれる器官であり、摂取した食物はここで胃液によりバラバラに分解されます。彼が乗ってきたオキアミ初号機ももはやボロボロで原型をとどめていません。ちなみにジンベエザメは海面付近の餌を効率よく吸い込むために自身の体を海中で垂直に立ち上げて立ち泳ぎの姿勢をとります。そのため食事中のジンベエザメの胃の中は直下型大地震の連続でいつも大荒れといった感じです。これはもう船酔いどころの騒ぎではないでしょう。胃でもみくちゃにされて消化物の海に放り出された彼は続いて腸へと漂流します。そこは腸液と呼ばれるアルカリ性の消化液の海です。胃を通り抜けた消化物はここでその構成成分へとさらに分解され、最終的に体内へ取り込まれます。オキアミ号もそして無数のオキアミ軍団も今やただの栄養素として体液の海に溶け込んでしまいました。彼にできることはというと腸液の流れに身を任せてこの旅の出口を目指すだけとなります。ただしその道中も決して楽ではありません。ジンベエザメの腸は消化吸収の効率化を目的として螺旋状のひだが張り巡らされています。そのため腸液を漂う彼は螺旋状の壁に行く手を阻まれ、転げ回りながらそのゴールを目指すのです。その様子はまるで人間ピンボール。あっちにぶつかってこっちにぶつかって、彼はボロ雑巾のような姿。さらにここでもう一つさらなる不運が彼を襲います。ジンベエザメは腸洗いと呼ばれる非常にアクロバティックな行動をとることがあります。これは肛門から腸をプリンと出して、その表と裏をひっくり返した状態で海中にさらし、未消化の食材を腸から洗い出す行為です。ここでふるい落とされてしまうと、ここまで耐えに耐えてきた彼の旅はその志半ばで終わってしまいます。それだけは絶対に避けてもらわなければなりません。給料分だけはしっかりと働いてもらいます。彼にはぜひここで気を抜くことなく、腸内の螺旋弁にでもしがみついてもらい、この苦難を乗り越えていただきましょう。時は流れ、腸の最後尾にまでたどり着いた彼は腸内で消化吸収されることなく最後まで残った残りカス、要するにうんこの中に一人紛れ込んでいます。そして彼の目の前にはついにこの旅のゴールである総排泄口という名の肛門、つまりアヌスが広がっています。長旅をお疲れ様、うんことなってこの物語を終えるのです。空を自由に飛びたい、時間旅行に行きたい、これらの夢を叶えてくれる22世紀の猫型ロボット、そして4次元ポケットから登場する秘密道具のことはもちろんご存知でしょう。大抵の場合、当初は全く想定していない秘密道具の性能により使った人が大変な目に遭ってしまいます。そんな秘密道具の中に存在するバイバインと呼ばれる道具、かけたものを増やしてくれる食いしん坊にはたまらない秘密道具です。もし本当にバイバインを使ってしまったら何が起きるのでしょうか。まんじゅうが宇宙を埋め尽くすにはどれぐらいの時間が必要なのでしょうか。今回はバイバインを使用するとどうなるのかについてご紹介したいと思います。バイバインとは瓶に入った液体のような見た目をしており、それを一滴かけたものを増やしてくれるという秘密道具です。しかしすぐに増えるわけではなく、最初は何も起こりません。
かけてから5分後、分裂するように2個になるという形で増えることになります。バイバインが特徴的なのが、1回増やしただけで終わりということはなく、さらに5分待てば増やした分も2倍になり、合計4個になるということです。そのさらに5分後には8個、さらに5分後には16個とどんどん増えていきます。これがこのまま続けば、地球が覆い尽くされてしまうのも時間の問題だということは想像できるでしょう。原作では、増え続けるまんじゅうをロケットに乗せて宇宙に捨てることで事なきを得ています。しかし、本当に宇宙に捨てるだけでまんじゅうの脅威から逃れることができるのでしょうか。バイバインは他にも気になる性質を持っています。質量保存の法則はどうしているのか。食べると効果がなくなるようですが、単純に踏み潰してしまった場合はどうなるのか。分裂による体積の増加が光の速度を追い抜いてしまう場合はどのように扱われるのか。どれもバイエンスとしては興味深い疑問ではありますが、今回の動画では単純におまんじゅうの数が増え続けた場合を考えてみます。おまんじゅうを重さ 100g、計算を簡単にするために寸法を4センチ、6センチ、4センチの直方体と仮定します。それにバイバインを一滴垂らすと分裂が開始します。5分後には2個、10分後には4個と、初めはゆっくりと増えていきますが、時を追うごとに取り返しのつかないほど多くなります。開始50分時点でおまんじゅうの数は1024個と、重量が 100kg を超えてしまいます。この時点で自分一人で食べて処理するのは絶望的と言わざるを得ないでしょう。それでもおまんじゅうは増え続け、210分後にはおよそ4兆4000億個と、あなたたち人類の総重量を超えます。もちろんその程度でバイバインの効果が収まるはずもなく、そのままどんどん増えていきます。仮にまんじゅうを地上に敷き詰めた場合、関東の面積およそ3万2000平方キロメートルを超えるのが開始から220分後、個数はおよそ18兆個。そのわずか20分後には日本の総面積37万8000平方キロメートルを超え、そして開始時間から290分、時間にして5時間も経たずにおよそ29兆個に到達。計算上全地球を覆うことができてしまいます。実は地球を覆い尽くすためには1日どころか半日で十分すぎるほどなのです。そしてお腹を空かせたおデブたちがまんじゅうを頬張っている最中ですが、まんじゅうの増加は止まりません。開始から400分後には1兆、つまり10の24兆個以上となり、おまんじゅうの総質量は月を超えます。その30分後にはおよそ77兆個となり、地球の質量を超え、集まったおまんじゅうの惑星に向かって地球上のあらゆるものが吸い寄せられるかもしれません。太陽系自体も崩壊の時はそう遠くはなく、開始から470分後には木星の質量、520分後には太陽の質量でさえも凌駕するようになります。その時のまんじゅうの個数は 2×10 の31兆個、つまりおよそ2000兆個。520分ということは、およそ9時間も経たないうちに、太陽系は巨大なまんじゅうの塊を中心として周回するようになることを意味します。重力の中心が数時間で移動したため、太陽系の天体は大混乱。ましてや、その重力の中心は5分ごとに質量が倍になるという代物。おそらくそのような不安定な天体の周りを公転できる天体は存在せず、太陽系はまんじゅうの塊に取り込まれるか、太陽系外から放り出されるしかないでしょう。もうこんなところで動画を終えたいところですが、まんじゅうはさらに増加を続け、天の川銀河の質量を超えるのが開始から725分後。観測可能な宇宙でさえも、比較的短時間でその大きさを超えてしまい、開始から1390分後、すなわちおよそ23時間後には、4.9×10 の83兆個に到達し、観測可能な宇宙の体積を超えてしまいます。数が多すぎてピンとこないかもしれませんが、1無量対数項を4900兆倍した数といえば、この時のおまんじゅうの数をイメージできることでしょう。このように、1日もあれば、地球どころか宇宙でさえまんじゅうで埋め尽くすことができることはご理解いただけたでしょうか。
横軸を時間、縦軸を個数のグラフを作成してみると、最後の数点以外はほぼゼロに見えてしまうことがわかります。このようにある一定の割合で増え続ける数式のことを指数関数と呼びますが、あなたたち人間の脳は指数関数のことを理解できないということがたびたび指摘されています。例えば、地球全土を覆うことのできる時間は290分。その時の個数はおよそ29稽古でしたが、その半分の145分時点のまんじゅうの数はおよそ5億個。平面に敷き詰めるとわずか 1km 四方そこそこ。その時点では全世界の危機だと理解できない人が多数いたとしても不思議ではないような気がしませんか？実際には世界滅亡に至るまでの時間は半分を切っているのにもかかわらず、感染症の広がり方や集積回路の性能なども指数関数で増加することが知られています。少し目を離していた隙に世界が変わったように増加していたという思いを経験したことがあるかもしれませんが、それは人間の脳では指数関数を理解できないためです。こういう際は縦軸の対数を取れば最初から最後まで直線に見えるため、人間の脳の欠陥に悩まされず冷静な判断ができるようになるのかもしれません。結論、バイバインを使用したまんじゅうを完食できない場合、増え続けるまんじゅうを宇宙に捨てるだけでは処理することができないということが理解できたでしょう。この動画をご視聴のあなたがバイバインを使用するときには、バイバインの効果を停止させかつうんこに変えてしまうバイバイエンスのご携帯をお忘れなく。バイバイエンスがあれば世界がちょっとだけうんこ臭くなるだけで済みますから。今回のバイエンスはここまで。くさ。